ラストじゃあ会見の時から何で行くかっていうのよとかったのに、こっちは作戦も何もないですよ、あのまます。いや最高っすよね、マジで。入場前からもう会場盛り上がってるの分かったんで、もうテンション上がりましたよね、この時は。マジで試合終わった後ももう興奮して寝れなかったんですもん、朝まで。めちゃくちゃ好きです。今まで生まれてやってきた中で一番刺激があるというか、僕昔から飽き性なんで結構いろんなことやったりするタイプなんですけど、総合格闘技だけはずっと続いてますもんね。もう面白いですよね、これだけは。やっぱり平本くんおらんかったら絶対ここまで注目されてないし、なんならもうほぼほぼ盛り上げてくれたのは平本くんとか思ってるんで。朝倉兄貴、次の対戦相手は俺でしょ。次の大会で、その朝倉兄貴がやったことがある相手とやれて、まあ、そこで朝倉兄貴が早く倒す、そこをやったらもう本当に堂々と対戦表明できるかなと思ってるんで、まあ、次の大会はだからちょっとそういう人とやりたいですよね。